よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。本日は、まあ、久しぶりに全キャラ最強にしようということで、今回は、ムカオガエン使いのケンさん。はい、よろしくお願いします。ということで、ケンさんと一緒にムカオガエンを、ね、最強にしていこうと。ムカオガエン使いに怒られない。まあ。ということで、まあ、ちょっと強引なんですけど、ムカオガエンを最強にしていこうと。一応ね、弱キャラを最強にしようっていうコンセプトだったわけですけど、元は、まあ、ちょっと最近ね、風向きがこう悪いというか、もう、見えないっすよね、なかなかね、そういう立て付けではないんですけど、まあ、そこそこ下の方のキャラであったということもありますし、まあ、結構当初から僕はやりたかったんで、まあ、今回はガオガエンをやりましょうと。で、早速議論というか、まあ、ちょっと軽く話していきましょうかね。計算的にガオガエンがやっぱ持つ特徴というか、ガオガエンといえば、まあ、リベンジだから、リベンジ、そうリベンジだな、なんか常にダメージを何かしらで、まあ、ステージとかでもいいんだけど、何かしらダメージを受けるギミックお金を、お下火を押せばリベンジが発動できるみたいな、常時ちょっと一応それ検証したんだけど、ステージのギミックでなんか炎とかあるじゃん、あるあるある、あれさリベンジできんだよね、あの、まだまだ無理っすね、バンパーとか、あ、まあ、無理かな、バンパーできる、バンパーやったことない、わかんない、できそう感ありますけどね一応見るとバンパーこれもで分かるよ、とりあえずそこがクリアされると結構全員手慣れてるんだよね早すぎる、ここまでが、ここがうまくいくと結構ね方向性が見えますからね、相当スムーズっぽい、左下無理そうだね、ダメか、ダメかっていうか、バンパーから入りましたけど、ウニラとかはどうですか、ウニラはない、まあね、結局アイテムにすると常に出てるかと言われたら、これはいけ、あ、周期、ちょっと時間が、お、いった、おー、クラッターすぐに食らわないから最低限、ちょっとでも暗雲立ち込めたな、これは、いやでも全然、まあなんか何点かまどろっこしいよね、そう自分でわざわざ攻撃して起動し、しかもリベンジまで取らないといけないから、ここまでいかないと、かつなんかさっき、でもクソ食らうな、なんか渋いな、12か、その読み動作が必要だったらゼロから殺してほしいよ確かに、確かにな、そう、なんか、なんか新コンボ来た何より自分だけに完全なメリットってのは結構でかくて、他の誰かが得してしまうと、誰かが強くなるっていうジレンマを何回も向き合ってるから、自分だけのメリットってのはすごいありがたいんだよ、まあでも一番良かったのってウニ、ウニラウニラだけど、ウニラまあ一応コッコ、いやコッコでもなんかリベンジの後好きに普通に一本やられて相手に攻撃できないんじゃないかな、ウニってさ滞在時間何秒ぐらいなの、これ10秒ぐらいは曲の多いにしてさ、まあまあ狭い視点にさ常時4つぐらいのウニが立ち並んでる状態だったらさそれだけで結構いやでもこだまどろっこしさが生まれてしまうノイズすぎんだよコビがだから色技なのにいらんなーマジで、まあ、ちなみにちょっとヨタ話なんですけど、これ毎回一応聞こうと思ってるんですけど、ガオガエンは実際のとこトップいくつぐらいなんですか、あの普通の通常ルールだと今50とかいっていいんじゃないですか、ピチよりは強そう、そうだね、そうなる、50だった50らしいからで、ウニの言って、いやでもね、流れはいいと思う、だってあのウニってさ、相手だと邪魔でしかないじゃん、まあ邪魔にはなんないけど、あっちにリベンジ取られまくるっていうデメリットがあるかなぐらい、はいはい、とりあえず前提としてあれだよ、当たり前だけどウニって、ウニって相手が投げても相手に当たるよ、当たんない、え、当たんない、当たんないから相手が投げて起動したらガオガエンはリベンジ取れるけど、うん、あの相手はそのウニを普通に走り抜けられちゃうから自分に食らわないから、じゃあさっきなんでガオガエンが投げたウニ、あれは投げてない、あれ殴って起動してる、そういうこと、うん、フランクリンバッジつけたらどうなる、投擲は反射できますけど、まあでもそうすると自分はフランクリンバッジ取らないってこと、取らないっていうか別にあの自分は投げない、そう落ちてるのを攻撃すればいい、自分が起動したいときは相手にもフランクリンバッジがついてたら自分が投擲したウニラで相手が近くに
まあ、でもそれあくまで相手が気づいてフラッグバッギンバッジを取らなくなったら終わりの話ではある。いやもう強制的につけるモードがこのゲーム存在してる、うん、あんの？あらじゃあ自分も取っちゃうじゃんフラッグバッジ。いやそう仕方ない自分は別にその結局飛び道具なくても落ちてるので取れるんだから。はいはいはい、弾でイモるっていう戦術をフランクリンバッジでまず潰す。なるほど、なるほどね。そういうことか。絶対どのウニダで取ればいいか分かんなくなる。それは間違いだよ。でもなんか落ちてるウニラに起動してたからな。困ったらウニラにぶん投げてウニラの攻撃判定にして所有権を別のウニラということにすればみんなにデスノートみたいな計画通り。とりあえずさ、もうこれ数なんだよ。何でもいいと思う今。もうじゃあ普通に使える好きなキャラで。好きなキャラで。じゃあ、あの強いキャラだ。そうそう、そういうこと。無難に行こう。まずはシンプルに強いキャラをちょっと使ってみよう。しかも僕インカリス使えるんじゃねっていうんですか。これ対戦の内容がまだ不透明。いやそう、むずいなこれ。反射ランスと。まあ結構。いや普通かな。この時間は結構よろしくない。来た。やばい。取っちゃった。いやいや違う。相手に投げればいいんだ。そうだ。確かに。ああやばい。はい、よしよし。オーラ出てるぞ。はいはいはい。まあ、この辺は痛い。反射ですごいことになってる。あそういうことか。そういうこと。え、じゃ逆にやばいんじゃない？これ無理。ちょっとむずいなこれ。地面がない。なんかリロールチはあのリベンジを取った後の後スキルを確かに辛いじゃん。いい匂いしたけど。いやいい匂いはいい香りは漂ったんだけどな。普通に自分が見たら普通。あ。多分崖狩りに利用してきた。あそのまま選べない。うわもう崖に触れかられます。そのままおるか。いっぱいある。悲しいなこれ。普通に機動力あるキャラが普通に強かった。確かに強いっぽいね。結局運用したい投げまくる。慣れの問題じゃなさそうなオーラがあったね。普通にねリベンジ取れなかったら痛いからね。そうね。ちょもう一回やっていい？確かに。そうね。ちょっと一回じゃ。うんそう分かる。うん確かに。なんか違うキャラで検証しよう。懐かしのロトブラス。そんなのおなじみではないんだ。ヘッドメイクとか変えたらこれ取れるのかな。いいね。まあそこまでは良さそうに見える。はいはい、いやすごい。もう一回あ台紙の下がむずいんだよな。そう。そしてあ、イメージ消えないんだこれ。いやそれね、自分のになっちゃった。今自分の自分だった。あ、反射したのか。反射しちゃったよ。むずい。むずいな。いやー届くのか。いいよ。さすがに。おー下に投げても強いからね。500年ぐらいヒットストッパーか。やばい、ルキナ、殴っちゃう。ウニを殴っちゃって、絶対グレムが。どれがどれ、上のやつは違うのか。上のやつは青いから、あのあれを見ればわかる、矢印が。はいはいはい、これで。おい。なるほど。攻められない。おい。これ、ステージとか変えたら全然あるな。いや、あるっぽいね。で、これは普通に自分の中からルキナに攻撃してもらって、これは。これで起動。ああ今反射したから自分のだった。やばい。まあまあそれでも全然強いやん。相手の方が適応が早い。そしてよしこれで。先に来るんじゃないか。一回いった。はいこれでリベンジが取れまして、リベンジが取れまして。通れないんだから。くっそなるほどね。合ってるこれ。いやそんな感じだよね。こういう感じ。だからルキナはベラボーに弱かった。攻撃振ると。分かった。なんかあのリベンジ取ることに固執しすぎないことです。ちょっと使用、お前、俺やっぱウニラをさ、改めて確認したい。当たったらやばいけど、そのリベンジのガオガイが攻撃されてほしい。ウニラは自分で投げるか、はい、相手が投げるか、はい、攻撃で起動。そう、攻撃で起動かだよね。はい、で、これは今自分は食らわないです。赤い矢印が出てる。そうだね。あー、なるほどね。で、殴る。下着を先端って言われる。ああ、いいね。そんな下着を先端するわけだよ。下
最強選択が一番で、これで起動したから。なるほどね。これで起動で、こうなると、あ、そしたらいいですか。あー、で、食らってからちょっと当たり判定なくなるから掴みと一緒かな。で、相手が、相手が投げたら、相手が投げたら食らわない、自分は食らうからリベンジはできる。なるほどね、そういうことね。ヤークインバッチ2つで、俺がずっと、あ、どっちでもいい。はい、投げて、はいはいはい。で、うわっ、ゲー、シュート。危ないよ。別にガオガイガも危ないっすよ。危ないよ。ぶっ飛び事故がない。そう。確かに。で、ガオガエンのさ、だってあの横 B 取った時の横に75とか食らってた。無理だね。体力性は体力性ではめ殺してくるやつ、他にも、まあ、確かにもいるからさ。ガオガエン、このルール体力性の方がいいかな、どっち。いや微妙だね。体力性は体力性の多さたちが、多さたちがいるから逆に広い方がいいんじゃないの。若干確かにあるかも。あ、そういうこと。リベンジ取れるから。そう、上下とかにあった方がいいかもね。それこそピーチ城上空みたいな、上と下で2ライン制です。2層構造ですか。その2層構造何がいいの。いや、なんか下ビート取りやすくねと思って。上にあるウニラも下にあるウニラもはいはいはい、ジャンプしながらウニラ取れたりしないかなっていう。なるほど。シャドウモセスとか。シャドウモセスはシャドウモセスガオガエンどうなんだ。横火で死ななくなるけどね。上投げとかになっちゃうっすよね。上投げとか。なるほどね。リッキングクルーやりすぎ。リッキングクルーとか、あの、なんだっけ、あのリッキングクルーはやばいです。ミーとかやりすぎかも。ミー、ミー、トマトでしょ。これかオレットとかどう。うん、あえての、あえてのなんかもう車も利用しちゃう。一応ね、一応マリオカートとかもあるんだよ。そう、まあそういうことだな。そうだね、ここ邪魔じゃねえさ、すがに邪魔じゃねえな。でも俺、地層構造地層構造は例えばで出しただけだから。地層構造ってある必要じゃない。そんな地層構造俺だけだったんですか。はしご外さないでしょ。ありきになってるから。ベイトフロスサーキットとかオデットは復帰っていう概念もないから、ガオガイの弱点の一つ、弱点の一つはなくなる。あ、いいね。問題は崖待ちされるってことよな。そうなんだよね。普通にあの戦わないという選択が、そう、選択ができちゃう。そう、あのイモる選択が強い戦法を見えずに相手が破れかぶれになって相性をやや覆してくる。そう、しかも転部してくる。なるほど。しかもフランクリンバッチついてるから飛び上げるかもないし。そう、お互い。なるほど。肉体で向かうしかないって。ひたすらその場回避するかしないかだけの読み合い。それだと機動力の差がメックになってる。シンプルに。今回ちょっと風向きが違って強者の戦略になってるんだよ。まあ、弱者の逃げを許さない方向になってるから抗いを潰していく。狭い方、なんかステージの特徴を考えたいね。狭い方がいいのか広い方がいいのかとか。じゃあ一旦広いのやる。次ポケスタとか。あ、ポケスタでやってる。そうね、シンプルに展開が見えそうだね。この最初はない時間をしのがないといけないんだよね。そう。それは広いステージの方が。はいはいはい。まあどうだろうね。まあそうか。時間はかかりますからね。設置。近づけね。設置そもそも。そう、まずは領域を。そう、領域展開。領域を展開して。領域バトルだ。あ、そうだ。俺は両対応。そう。うわあ。どれなんだよ。どれ。あ、ちょっ。やばい。もう楽器するよ普通に。ウニラを挟んでくる。ウニ。ウニは強いね。ウニは強いね。ウニは強いな。やってても。これね、今のとこソニックでこのガオガエンと戦ったら多分負けねえな。着地が簡単になればいい説ない。じゃあ、じゃあそれこそやっぱ縦のステージ。二層構造。そうそう、二層構造。まあ二層でも三層でもいい。二層じゃ足りない。足りない。じゃあそれこそ友達コレクションとか。もうこれ、まあ、光を倒せるまでとりあえず飛ぶ。確かに。どういう感じなのか。
もうこれをね、いくら入荷さんとはいえ崖展開に連続するのは無理でしょう。そうね、ついでに言うと横からあおーおー見た、見た悩むよ。え、取られた、取られんのかよ、崖だ、崖、崖上がり、崖上がり、崖上がりだいぶ簡単だった。いやこれ地味にウニラ盾使われてウニラでリベンジ回収されていくな。いや、さっきよりいい、いい、いい感じ。長い投げれんな、縦だと投げれない。いや、使わないか。うん、だから、確かに弱点は確実に潰れてた。潰れてた。そうですよ。忘れてたね。あいついけたな、ちょっと甘えた。いや、競技的でも別にいいんだ。あ、ちょっとむずい。完璧の平等じゃなくて、ちゃんと平等か。ちゃんと平等。そうなんだ。いやー、それ危ない。あー、それなんか。いや、でもなんか全然ある。まあ、なんかペストとかより逃げれる。結局相手もリベンジ状態のガオガインからある程度逃げれるから、もうちょっと構想を低くした方がいい説ある。要素はやりすぎだったじゃん。じゃあ3層ある。あ、3層、僕ルイージマンションがありますよ。2層だろ。3層でしょ。あ、3層か。じゃあルイージマンション行きます。 4だと多すぎる理由は何だっけ。いや、相手も逃げれちゃうから。相手も逃げれ、やっぱ機動力のないガオガインがちょっとだけ。なるほど。で、機動力に困ったら、あの柱を崩せばいい。いや、それどうだ、相手側にならないか。ウニア、ウニア欲しい。やばい、ガキガキ。あ、ミスった。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。いやいや、ちょ、これはマジで対策なんだよ。いや、分かるよ。よく見るよね。これもう、ウニとか関係ねえんだよ、今のは。ルイージマンションガオガイになってるな。そう、始まるだろ。うわ、いいですよ。いい。ウッキリ邪魔。痛い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 。やばい。あ、なんか三層構造。いや、三層構造ちょうどいい説だ。割といいな。ああ、やばい、やばい。ああ、俺じゃね。俺のだ。痛い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 。バカ。ほら、来いよ。あのウニ強すぎた。あ、やばい、ちょっと。え、間違えました。ガオガインだけ量が広がりますよ、これは。いや、飛び道具そうね。難しいな。正面から投げられた。俺のですよ、あれ。なんで俺が死にそうだ。正面から投げられたら、もう、くらって運ゲーだよ。先に動いた方が弱くなっちゃう。よし。まあ、なんか形になった。ルイージマンション。受け身取れるのかな。結構良かったね、ルイージマンション。受け身がいい。そう、受け身がいい。ただ、まあ、これをニエトロさんが本気を出して柱を壊し始めたらちょっと。あ、そうか、柱壊してなかったな。いや、でも柱、あれ、これから破壊しなきゃダメなんだよ、確か。そうです、下からは一気に。三層構造をね。え、でもいちいちそんなことしてるとさ、領域展開されちゃうんだよ。まあ、そうだ。領域展開される、そうだ、三層構造と領域展開が。まあ、そう、リベンジ取られる。噛み合ってるね。トレードオフになってるから。領域展開しつつ、こっちが破壊しないと。破壊しないとダメだから。三層構造崩壊に移すのは超無理。ギミックオフだったら崩壊しないの。あ、え、ギミックオフもするんじゃないの。するんじゃないの。え、ギミックオフしないの。ちょっと見るか、今オフだよね。する多分。でも確かにそれギミックだよ。でもなんかする方が面白いからしてほしいわ。だけすると思うけど、下から破壊してできないんだよ。お、ないぞ。ほら、ないよ。え、本当だ。ギミックオフは三層構造。三層構造絶対じゃん。崩れないんだ。崩れない、三層構造が。めちゃ常に雪見取れる。ここで。これはどっちですか。オフと温度。いや、オフの方がいい。オフの方がいい。温度が面白いけど。まあ、最悪これガオガインがやばい強すぎるってなった場合はギミックをオンにすればバランスが取れている雰囲気を出せるという。いや、でも強すぎるってなる。
別に強すぎはしないもんね。今のとこ別に向いてそこまでではこれ強いなって感じだけど一番今までゲームとして面白いいやでもまだちょっと他のため試そうとりあえず一旦ちょっとじゃあ将軍か村本さんをさあスネークでじゃあそうなんだよそうなんだよ今回ね何も強くないんだよ反射される肉体で頑張るしかない肉体で頑張るしかない変なサイファー復帰したらさ意味ないシルダー復帰できないじゃんああ自分もできないそう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 シルダー復帰はできないあれはできるのくらないってことそう司法復帰はできるんだけどあのシルダー復帰はできないまず出るまでは待ってくださいもうゴミだからシルダー出してもどっちも起きれいやでももうルーチンになっちゃってるからまあでもなこれ取ったら何が正解なんだろうないややっぱ下を置いて領域展開するしかないまあそうだよねでそうだねうんあっちにやられたら意味ねえからそんなことそうねそうだよで置いても取られる領域展開される強すぎだったっす何の意味もなくていやこれはね見えないよ光がでもこれねウニラにリベンジ一回ミスったところでなんか実力ゴムの人同士がやったら最終的にガオガイがリターン勝ちしてそうですよねまあねうんうわあるぞうわ逃げられないウニがいろんなところにあるよシンプルにいや俺もいいなウニラそれウニラ将軍これ逃げるのあるか逃げよう逃げよういや2回溜まったなそう別のフラン常に逃げようやばいウニで遊んでるガオガイのウニで遊んでるうわだってこっちに弱っ手榴弾がない手榴弾ないから殴り放題なんだよ完全にステージはガオガイのものでしたからだってスネーク頑張って逃げてただけそう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 逃げることしかできない弱者男性でしたほかになんかないガオガイが有利になりそうなあまあ確かに別の要素でさらにガオガイだけ後押しより強固にするそう体力性の問題って改めてなんだっけあのはめられる可能性があるっていうはめ防げないいろいろ体力性メタルリフレクトかっこよくないメタルはもっとはめられるから本当にメタルってなんかさメタルってどういうはめんのむずくないですかメタルはメタルはめんの立ち吹っ飛びになるんじゃないの基本なんか威力の低い技を耐えるそうだよねだからケースがあります、ね、単発で強いやつだけが得する世界なんじゃないのこれって、うん、影響とか食らわないのスティーブの序盤木の武器とかは食らわないかもしれないですけどダイヤとかになってくると分かんないです、ね今体力性メタルが始まろうとしてる一応試しにあの体力性の方がなんかコンセプト良さそうなんじゃないのっていうで体力性の問題ってはめられることだけなんであればあメタルだったらはめられないっていうかそれか吹っ飛び率上げるからそう吹っ飛び率上げたりとかでそこでガオガインの単発の強さがいかんなく発揮されるいかんなくねのではないかっていう一応そういう仮説吹っ飛び上げてみるメタルで、まあ、メタルでとりあえず試すかメタルだったら吹っ飛び率上げてもいつもの2人は出張ってこないですよね多分変数は1個ずつずらしていこうだからメタルまず試す確かに、うん、研究室時代に言いましたって言いました変数1個ずつずらすいやそう大事だね負けんしょマジです1個ずつどっちが何が作用するか分かんないからねとりあえず 200HP も、はい、これはもうとりあえず終わりましたいけそうなやつああまあやっぱ、まあ、まあ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 一応そういうことはねていうかさ、まず対戦の前挙動だけちょっと 見たいんで上強連とかをするとどうなるのかファルコが相手をどうされましたあ、変わってるなんか怪しいね下火は下火あ、いや違う違う上強連に下火間に合うああ勝負するなあ、余裕間に合うこれ問題があってリベンジしてるかどうかわからない確かにそれは相手も同じことなんですよどっちよどっち割り込めるよで、これいいのがリベンジ通ったらこの受け身の展開なんですよテックチェイスにガオガインがそのままいけるんじゃないですか
ないと。いや、なるほど。メタルの落下速度でまたリベンジの難易度変わりましたね。俺だけがね、さっきからね、リベンジむずいなと思う。確かにそうだ、ね。ちょっと一回横切りしてみてよ。ちょっと甘い。甘いよね。全然甘いよね。まあ、これは普通変わんない。5時ぐらい。反射されてる。え、これいらねえか。まあ、はまりはしないと、まあ、はまりはしないから、ね、でもまだ一番はめてくるやつがあいつにはまるかどうかは見ないと。スティーブやっぱでかくてメタルでずっしりなんと。そうなんかあったな、そんな動画。上強連打でいいの。上強連打入る。はい、はい、入る、入る。ダイヤなら入る。いや、見そうだな、これ。飛ばなくねえだろ。飛んでねえね。あれだ。まあ、無理そうだな。なんか無理じゃない、多分。うん、感触どう、あの ストックで戦うのと、体力性路線。光でやろう。いや、光もすでに負けてんだよ、ね。いや、だから、いや、体力性。でも、今のも一番白昼してるのは。やっぱり、あの、ホームラン出す必要性ないから。全くない。確かに体力強だから。そう、体力強だから。浴場浴場 DA みたいなコンボができないんじゃないですか。っていうか、クイズが弱え。そうね、コンボ、そうね。あ、もう弱弱え。だいぶコンボが減ってくるよな。うん、そうなってくると、突発が高いやつが高いやつっていう感じする。よいって。やべ、うわ、弱々しいな、光のやってること。いや、クエルムで、ね、ただでも意味不明に勝ってるね。でもね、見せかけの勝利ですよ、これは。いや、そうかな。割と白昼してない。実はわけもわからない、わけもわからず白昼してる。なんか競ってるな、なんか競ってる。やべ、当たっちまった、これに。あの東京のリベンジだけは良くない。リベンジ取った瞬間、俺らテンション上がるから。そこがなんか加点されてるだけで、あ、実際のやり取りはあんまりリベンジが生きてないと言いたいのかもしれない。なるほど。いや、断然ダメージ入んないもん。でも、ウェニラのダメージで怖っ。俺だけ覚えてた。リベンジ状態だったよ。いや、あの最強リベンジだったんだよな。急に終わっちゃうな。ゲームがいきなり終わったんだけど、楽じゃあったな。勝った。覚えてました。てか、あれだね、コンボキャラ軒並み弱くなる。うん、単発が低くて、単発持ちが強いわ。ガノンとかに負けそうじゃない？シンプルにカズヤとか。カズヤ、確かにカズヤやってないね。確かに財布はめ大丈夫だ。ああ。いや、そう、それもある。まあでも。まあ、危ないんだよ。あ、出てない。バカ。え、でも今かくった。いや、別にできない。あのあれになってるから。うん、ああ、大丈夫になってない。まずい説あるよ。ゲームセット。まずい説あるよ。やっぱりトピリス上げよ。確かに。まだそれがあったね。メタルにしてトピリス上げる。1.2 ぐらいにするときは。2かな。4から危ない。4から危ない。いや、でもメタルだから。あ、そうか。多分大丈夫。いや、フットピリス上げてコンボできるようになることある？いや、さっきのあのスティーブとか落下早すぎて影響できてなかったから。そういうことね。受け身取れるか、うん、あー、だいぶ、まあ、タオルフットビーならベック編できるから。なんか強そうだけども、まあ、強いだろう。それはそれとして。じゃあ渋いな。いや気に合ってるな。上変更からの受け身。いや、止められてない。止められてます。左右で。まずい。下辺向からの。熱いぞ。熱いぞ。ああ。
あれあるとか、ね、あるね常に。ということで、うん、常にある。だって体力性だから。一個武器増える。じゃあそれなら狭い終点とかにしてさ、アイテム全部消して 1DA でも全員殺せる。いやでも多分他のキャラもそういうことがワンチャンできるキャラがいるかもしれないから。特別 1.2。そうね。だから。サブウェポンだよね、サブウェポン強すぎるサブウェポンでは役割破壊ちょっとスティーブとかでハマんないから一応見たもん、まあ、そうだね、うん、ダイヤダイヤいや、まあ、まず綺麗やって一応綺麗やっておーでもやっぱダイヤだとまずいよこれ険しいね一旦鉄にするかいきます。声だけ聞こえていやこれまずいっすねまずいっすね。じゃあもっとぶっ飛び上げる。もっとぶっ飛び上げる。そういうことか。まあそうだね。まあ一旦行ってみよう。また世界で。これむずいな調整。あこれやばいなこれ。ここに来て三層構造。邪魔してるな。こちらに牙を向いてきたか。ちょうどあれスティーブガオガエン天井でぴったり縦がメタルを商用とすると 1.0 倍だとカズヤにはめられて、うんうん、で 1.2 以上だともうスティーブ 1.1 試してないけど 1.1 を 1.1 がカズヤにはめられたらもう全部カズヤとスティーブで埋め尽くされちゃう。分かんない 1.1 は何ならスティーブもまだ分かんないから。そうどっちにもはめられる。どっちにもはめられるから。あれもあるんですよ。いやでもなんかそんな鉄作りました、はい、いきまーす、うん、ああ鉄は大丈夫、険しかったけど大丈夫だ。いやいや大丈夫。それで 1.1 いきまーす。抜けたら抜ける。おーでカズヤタイム。カズヤ裏側いいっすか。はい、あ大丈夫だ。じゃあカズヤだな。カズヤが大丈夫なら、そう。カズヤ大丈夫なら 1.1 が神の数字。まさかの。いったり。すいません。気になっていいですか。あ、でも、あ、大丈夫。のけずるなってる。いけるぞこれ。いけるっぽい。ほら、でけんできる。でけんできるから。おお。オッケーオッケーオッケー。あ、1.1 神の数字だぞ。でけんができなかったのか。そう。あれ倒れじゃないから。だからずっとこれで。そう、1.0 だと。なるほどね。1.1 だ。ウェキオレもないでしょ。ウェキは？はい。あ、このウェキオレ。下だ。入れてない。大丈夫。じゃあ 1.1 倍っすね。1.1 倍。俺に DA 打ってもらっていい？あ、いや全然できそうだ。できるな。あ、いや、さ、今リベンジだったからな。あ、なるほど。じゃあ 1.2 じゃないとこれはできないのか。ちょっと弱体化が。悔しいな。神の DA できなくなっちゃったか。1.2 だったからできたんか、あれ。あ、いいね。さすがに。まあ、楽しいな。ロコビーが、ロコビーが飛ばないから。でも、論外。論外。残念ながら、おお、なんかでも、急に、そう、あのね、これ、やってて、ガオガエンがやると思うんだけど、リベンジ取ってるうちにね、いつの間にかボブになる。痛い。痛い。確かに、クソ食らってんじゃない。体力性で体力が削られていく痛さと、ストック性で自分がパーセントを食らって、やや死に近づく痛さっていうのは、いや、体力性の方がきつい。痛いよね、そうだよね。じゃあ、ちょっと微妙かもね、もしかしたら。ストック性の方がいいです。メタルのストック性ってこと？メタルのストック性の意味ある。意味わかんない、そう意味わかんないかもしれない。相手倒せんじゃないの、リベンジいけるとかしたら。リトルマックだけをでしか倒せないみたいな世界観を相対的に強くなるんだよね。あ、そうそうそう。もちろんガオガエンも撃墜しんどくなるけど、他がもっと撃墜できないからメタルストックだとガオガエンが強くなるし、うん、じゃあメタルストック完全に試してみるよ。普通のメタルストック、うん、1.0 倍のね、はいはい、OK。これなんかでも決め手にかけすぎるな。これちょっと微妙だわ、多分なんか布教されちゃう、どっかで。そっちがでかくない？でかいかも。ガオガエンもさ、400-500 ぐらい必要じゃん、育成するの。結局ね。だけど、うわーそのまま回避をさ、多分200ぐらいから相手が結構いい感じで復帰する展開作れちゃうから、飛ばしたらだからあんまり相対的に強くなってないよ。まあ確かに、うん、ちょっと棚ロスしよっか。じゃあメタル 1.1 倍体力性か、普通の体力性じゃない。そもそもストックで、普通のストック、うん、もあったし 1.0 倍ね。で、ルイージマンションストック性のみこれだっか、うん、まあ原初にウニラを大いにするのとフランクリンバッジつけるのがありますけど、それだけ。そうだね。
どれが一つ強いかね。まあでもシンプルので言ったらストック性、ね、ストック性、普通にストックが一番強い。あ、まあやりやすいかな。うん、リベンジは寿命を気にせずにある程度できるけど、うん、仮に相手が復帰阻止に来た時どうするっていう。復帰阻止はあんま問題じゃなさそうにも思えなかった。ストック性は、まあ、ストック性はどっちかと立ち回り強いキャラが強くなかった。それ多分復帰阻止めちゃくちゃ強いキャラとやってない。でも、1と3比べたら3の方が絶対復帰阻止はきつい。ストックメタルって逆に中途半端に飛ぶから、なんかガオマインってそっちの方がきついんじゃないかなと思ったんだけど。いや、そうでもないよ。そうでもないと思う。あ、まあ、最悪あの死なない復帰はできる。あのめっちゃ高いとこからあのジャンプウェービーだけ切っちゃって、はいはいはい、あのステージ上にドーンってなることは多分できるから。そっか、あんまり死ぬ気しないけど、ね、ウェービー出ちゃえばいいか。うん、ストックメタルでもうちょっとやってみる。ストックメタルストックメタル1でいい。1でいい。1でいい。なんだろう、ロッキーまだ検証してないから。ロッキーいいか。ヤクタタンの下火弱いよ。あまりにも不甲斐ない。確かにこいつ空砲を当てれば運べる可能性は。単発強い系が一応強豪としては、強豪としてはマジ単発強い系で、ただなんか回ってる手だったやつは持って、領域展開、領域展開、領域邪魔、領域が展開しすぎてる。あーなんかある、ある、うん、あ、それやばいかも。あ、いやいや、でも今、ごめん、今のミスか。今のタイルさすがに横ビージャンプ。確かにそれだったら、確かにドンキーまずいかも。ドンキーだけがまずい。ドンキーあるなもあ、てかシンプルにドンキー多分200パーとかいけば相手運べるから言ってたんで。そうね、普通にレバガチャには影響しないよね。確かに多分よく知らないけど、こいつメタルの申し子だったからさりげなくもう一回もう一回で。なんなんだよこのゲーム。これやばい、あれやばい、これやばい、やばいやばいやばいです。これで掴まれるとやばい。あやばい、頭がこっからがっちゃったあぶねえ。なんかドンキーはダメだよ。いやこれちょメタルやばい。メタルにするとドンキーがやばい。多分ドンキー以外は確かに大変ですね。今日ドンキーのドンキーってことですね。ドンキーができるか。多分このルールだったらドンキが、ストックメタルだったらドンキになっちゃうよ。ドンキ強そうだね。論理的に言うと。そう。それか、スピリットで下火強化とか入れるかだね。これにさらに。これどうなの、下火強化って何？どうなんで？そんなもんあんの？あるあるある。ありますけど、あの威力上がるだけ？そう。倍率上がるんですかね？わかんない。うわーの部分だけ強化されても困る。スピリットで体力回復させながら、体力制すればガオガエンのリベンジ分は回復できるんじゃないかと。体力回復ってあれなの、元の体力より上いかないの？いかない。あーならまあ、しかも別にその体力回復もそんなしょっちゅうするわけじゃないよね。シェイミとか投擲見てもいいのかな。そう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 。下に投げたアイテムも強化されるし。幸いこいつスロ3で攻撃の方が高い。こいつが一応投擲界では最強か。インパか、インパか、結構新しい。結構あるよそれで。こいつか、うん、強い。だから5秒に1回でダメージ回復中。体力制、あ、でもレバガチャできるのかこれ。でも回復してくれるんだったら投げではめられることない。体力だったら別にドンキ強くないよ。まあそんなに、まあ自分が死ぬから、うん、そう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 。だからさっきの強みはないよ。リベンジねえよ。普通に戦ってるだけやん。普通に戦ってるだけ。普通に殴り合ってる。普通に殴り合ってるだけ。普通にちょっと丸く、うん、なんか火力負けする。ルフィスマンション、いや完全に、なんでルフィスマンションだったの？酸素構造だ。酸素構造だ。いや、あの、崖とか、ね、あの逃げやすい。一応領域展開されづらいみたいな。そう、まあ、されたとしても着地できるよねっていう。そう、されたとしても、まあ、自分はリベンジあるから。酸素とか2層にすることでさ、てか少しもルフィスマンションはなんか相手のコンボがちょっと強くなるよね。
まあ、コンボ強くなっちゃうじゃん、まあ、天井でね。そう、天井で。で、ガオガイはそこが別にないよ、そのハメというか。まあ、ないっすね。天井使った、うん、まあ、あとあれだね、あの、あっなんて言うんだろう、メタルだったら別にここじゃなくてもいい説は、俺らの三層構造にこだわりそう。三層構造がいらないか。小説は、まあ、とりあえず小説か。終点、終点はどうだろう、着地手がいでないか、どうせ降りれるか、うん、早すぎて、うん、技食らってもいいしはめられんか。いやでもまあ終点はさすがにウニだ、設置した側が強すぎんか。確かに。じゃあ2層構造ぐらいで。2層構造ぐらいで2層でちょっと距離 あった方がいいと思うわ。あのその、あそこは1回と2回の間、ポケモンリーグとか結構どう、うん、結構縦に広がった。じゃあ行きましょう、とりあえずは。ダメージ受けるから、うん、ただ殴り合ってるだけだから。確かに、そうそうそう、メタルはしてる、メタルしてた方がいいかも、うん、これやばいな。メタルメタルすることでそのリベンジの吹っ飛びっていうバリューを消してしまってるっていうのが、うん、そうですね、確かにリベンジの優位性の一つ。なるほどね。ストップ戦になる。じゃあストップ、1番ストップ戦になる、シンプルに。ストック製で三層構造、うん、なんででかい光流星を担保して、なんか俺パッと思うのは、はい、立ち回りキャラに全体系の、そうな、てか立ち回りキャラ、軽い立ち回りキャラよりもこういう単発がやっぱ強いやつに。でも意外と意外と最初。途中までゴブだった。終わったね。途中までゴブだった。俺は球場のメラメラと語ってるから。意外と差が強い。意外といい感じ。リベンジもちゃんと取ってた。取ってた。邪魔すぎるウニラが。なるほど、主人公はウニラか。実はウニラ乱闘だった。ウニラ本体が主人公か、これ、うん、回復がいい味出してる、これまあ強いな、伝わる。あー、なめかったー。じわじわと差が広がってくる。なんか体弱いな。やっぱそうなるとね、弱いな、弱いな、弱いに展開されたステルスロックなんて、それステルスロックなんて、やばいな。あー、全然負けてない。リベンジって、だからもう強すぎる。ストーリー、もうストーリー説明できよう。